では行きましょうか。2022年10月23日追加された新たな敵フォルダイナ。どうなんだろう、バランス的には。自分のパーティーに自分も戦士で来ているからあんまりそのこと言えないけど、これどういう攻撃やってくるか分かんないけど、何なのこれ、何なのこれ。いやそれ分かんないよ。なんか踊りか。回復する手段ないから戦うしかないんだよ。あ、分かんない分かんない。あー、なんか今の近寄ったらダメっぽいな。なんか踊ってる人もいるから。今のところチャージシャックルとか効くわけないよねっていう感じなんだけど、体勢下がった。これあれかな、こっち側も下がる必要ある？それはないな。なんかすごい範囲をやってくる時空の怒りだかいかにもな感じの名前なんだけど、こっち側かわす。歌声、なんか魅了とかをやってきそうな、ね、気はするけどね。今回自分良い効果はキラキラポーンこれのみだったので、1個しかルートが通らなかったんで。倒された。なぜ自分だけ倒されてるのかよく分かんないけど、ちょっと戦士威力なさすぎかなっていうね。あれ倒せないでしょ。っていうかもう半分まで削れてるんで、あんまり考えなくてもいいかもね。多分これ味方が強い。もう時間切り替えの6時にもう即座に入ったので、多分強い人がもう最初にね遊ぶかのような。ショック入ったね、まさかの選手が役に立った。自分の効果じゃなければ笑っちゃうけどね。もう半分の1ぐらいまでなっている。そして、あー、ちょっと待って、氷、これか。さっき誰かが氷うんぬん言ってたけど、あ、そっか、状態じゃ自分かからないからガンガン行ってよかったんだ。まあまあまあ、ちょっとなんか敵の耐久減らす勢いが落ちたような気がする。なんだこれ、なんか変なマークついてるけど。もう一回チャージタックル効かないか、さすがに。もう赤くなってるんで勝てることは勝てるね。いまいち何をやってるのかよく分かってなかったけど、特に自分がキラキラポン常にかかってるんで、なおのことね、敵の行動がよく分からないっていう。あ、これ氷、あ、なるほどね、氷、なんか範囲で氷になってるのか。他のタイミングでもこういう攻撃やってくるのたくさんいたけど、これ外周だな。これは分かりやすい。終わっちゃった。必殺できればよかったけど。というわけで問題なく初戦一発クリアとなってます。いまいちどういう敵かの把握はできなかったけれども、周りが強ければあっさり勝てるというそういうお話です。というわけで今後もドラクエ10のオンラインの方動画さまざま上げていきますので、興味ありましたらぜひチャンネル登録して今後の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。